エリオット・カーターは、アメリカの現代音楽の作曲家、チャールズ・アイブズに推薦状を書いてもらい、大学に入学。ハーバード大学で、ウォルター・ピストンや、グスタフ・ホルストに支持し、ケンブリッジのロンギン音楽院やパリのエコール・ノルマル音楽院でも学ぶ。パリでは、ナディア・ブーランジェの指導を受けた。作風は、新古典主義から十二音技法へと推移し、リズミックモジュレーションや、 ピッチクラス、セット理論といった概念を打ち出して、個性を確立する。オーケストラのための変奏曲、および弦楽四重奏曲第3番で、ピューリッツァー賞を受賞。1970年代末には、ピエール・ブーレイズが評価して、ヨーロッパ方面からの認知が進む。1930年代から作曲家として、活動しているにもかかわらず、50代で現代音楽の、 最前衛に立ち、ヨーロッパに紹介されたのは70代、100歳を超えてからも現役の作曲家として移植が入る生活をした。2012年11月5日、クリニッビレッジのアパートメントで死去。ピエール・ローラン・エマールのために制作され、同年8月13日に完成した12章とエピグラムスが遺作となった。103歳没。初期の作風はバレエ音楽。 ポカホンタス、公共曲第一番などに見られるように、新古典主義的であったが、ピアノソナタやバレエ音楽、ミノタウルスを経て、チェロソナタなどで、リズミックモジュレーションを駆使し始めてからは、作品は調整を離りつつ、リズムが複雑になっていく。1960年代の作風になると、ピッチクラスセット理論を駆使して、ハーモニーの可能性を探っている。この点については、 フィッシャー社から刊行されたハーモニーブックに詳しいピッチクラスセット理論の集中的な使用はピアノ競争曲から始まる。また、素材音高音列を積極的に導入していた。楽譜の段数が増え始め演奏の困難さを理由とした頃にシンドマン主義や前衛の終焉が叫ばれる。カーターの弟子はみんなカーターみたいになるという批判も 目立つようになり、1980年代に入ると、理論を手放さずに何度が落ちて聞きやすくなった。もっぱら、アメリカで通用していたカーターがヨーロッパに、紹介されたのは1970年代後半に、ブーレーズの支援によってだが、この液化で演奏家へのアピールには成功した。カイルガンは、アイブズから具象的な素材の完全除去、それが、カーター。 CF アメリカンミュージックインザ2 0 h e t i h c Century, ISBN 0から02から86万 4655X と断じた。しかし、最初期は祝日除曲などの表題音楽であり、最近作は会話と題される作品もあるなど、具象性の完全除去に成功したのは中期だけである。そのためか、中期作品は難しくほとんど演奏がなされず、 今日ももっぱら演奏されるのは、ナイトファンタジー以降の作品か、ヨーロッパから移植された最近作である。バリアラージュ・フォー,オー,ボー・ハープ・インナー・ソング・フォー・オーボー・イマー、ネオ・フォー・オーボー・ンド・ハープ・ズ・エット・ネア・ダージョ・ズ・エッジの弦楽四重奏曲。ありがとうございます。